おはようございます。心霊第7世代のシークエンスハイトモです。よろしくお願いします。もう言わないでも分かってくれるようになったかなということでですね、今回は、これって効果あるのないのっていうことについてお話ししたいと思います。これもですね、よく質問でいただくんですよ。例えばですね、パワーストーンって効果ありますかとか、お経って効果ありますか、とか、あとなんだろうな、ルーティーンとかね、あと守護霊様はどう思ってますかとか、まあこれって意味ありますかありませんかっていう質問ってよくいただくんですよ。これは霊能力がある人に聞かないでも皆さんってまあちょっと大変かもしれないですけど確かめることはできます。これはどう確かめればいいか、どのようにして生まれたかを確かめればいいんです。はい。過去の歴史を遡って、例えばお経というのはいつから唱えられ始めているのか、パワーストーンというのは一体どこのタイミングから作られたのか、水晶というのはどのタイミングで用いられ始めているのか、守護霊って言葉は果たしてどのタイミングで生まれたんだとか、こういうものを探っていけばいいんです。そして、どれがどうだっていうのは今この場では言及しませんけれども、ほとんどのものに関しては金儲けスタートで始まってます。はい、これは間違いありません。ほとんどのものがお金儲けのために作られたものです。前、悪徳霊感商法についてという動画を上げましたね。ぜひぜひそちら見てほしいんですけれども、霊感のというの商売は基本的には依存の商売です。依存させて儲けるというのが、常套手段なんですよ。で、まあ、例えばですけれども、これを持っていれば運が良くなりますよ。これを持っていればあなたの悪いものを全部吸い取ってくれますよっていうふうに言ってもらえると、それを身につけているだけで良くなった気がする。それが後ろにいるよって言われただけで良くなった気がするっていうものが人間の心理なんです。もっと手前の段階の話をすると、悪いことというのは勝手にやってくるんです。ただ道を歩いてても鳥の糞が落っこってくるかもしれないし、つまずくかもしれないし、車に轢かれるかもしれない。もっと些細なことでもいいですよ。はい。不幸なことというのは些細なことでも大きく感じてしまうんです。うーわ最悪だっていうふうに思ってしまうのが人間の心理なんです。ですが、良いことというのはちょっとした良いことってあんまり心に残らない、響かないんですよ。10円100円拾いましたとかね、道を歩いてる人になんか例えばリンゴもらいましたとか、そんなんでもいいですよ。そういういいことって起きた時にすごくいいこと今日あったなっていうふうには思わないんです。ラッキーぐらい。じゃあすごくいいことっていうのはどういうことにやってくるかっていうと、自分が頑張って頑張って努力した先にしかやってこないんですよ。俺はこれだけ頑張ったからとかね、俺はこれだけ努力したんだからこれだけのことが訪れるだろうっていうところの先にしか幸せはやってこないんです。だからちょっとしたラッキーのことについて人間っていうのは忘れがちだし見忘れがちなんです。なんですけれども、これを持ってると運が良くなりますよっていうもの、例えば、ブレスレットでもいいですよ。ブレスレットをつけてたらいいことが起きますよとか、このルーティーンをすればあなたは一日いいことが起きやすくなりますよって言われた場合、小さな幸せに気づきやすくなって、なおかつ覚えてられる期間が長くなるんです。いつもは忘れてしまうようなちっちゃないいこと、ラッキーが、これ持ってるおかげでなんか俺最近いいことめっちゃ起こるなっていう風に記憶に定着するんですよ。だから効果あるなって思うんです。で、最後まで聞いてください。これは僕はすごくいいことだと思います。例えば、今ここにお葬式用の数珠がありますね。これ僕がね、身近な人が亡くなった時にお葬式に持っていく数珠ですけれども、仮にこれをつけているといいこといっぱい起きますよって言われたとします。それでつけてていいことが起きて、それが記憶に定着して、あ、俺なんかこの数珠持ってるといいこといっぱい起こるんだよなと思うことっていいことじゃないですか。はい。なんで何でもいいです。パワーストーンでもいいです。水晶でもいいです。守護霊さんでも、ルーティーンでもいいです。それをすることによって、それを持つことによって自分の中で良いことの記憶が蓄積されるというものはやった方がいいです。信じる信じないは別として、これをつけてるおかげなのかな、これをやってるおかげなのかな、そんなものは何だっていいんです。ただラッキーだったこと、
ことが良いことっていうのを記憶に定着させないと、人間っていうのは良くないものだけがどん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 頭の中に残っちゃうんですよ。なんか俺はろくでもない人間なんじゃないかな、いいことなんにもないしっていう風になってっちゃうんで、良いことに向けて視野を広げるためには、そういうものを身につけるのは何かのきっかけになるかもしれません。なので、歴史をたどっていくと本当に効果あるかないかっていうのは分かります。金儲けのために生まれたのか、果たしてそれとは全く違うところから生まれているのか、これは分かります。だからといって、これが悪いものであるというのとは、また別の話ですよっていうお話でございます。なんで、皆さん、自分が信じたものは、まず信じてみてください。あ、これはきっとそうなんだろうなというふうに思って身につけて信じてみるっていうのが何より一番自分に対して効果があることだと思いますので、それが一個のきっかけになればいいなっていうふうに思います。はい。ね。僕もなんかライブ行くときね、この曲聴いてるとウケるんだよなとか、この待ち受けにしてると仕事いっぱい来るんだよなっていうのは実際何も関係ないんだろうけど、なんとなくそう信じてやってることは結構いろいろあります。うん。なんで、そういうのってね、自分の感情を幸せにするのにすごい大事だとは思うんで、ぜひぜひ、騙されたと思ってやってみなって言葉がありますけど、まさにその通りだと思いますよ。はい、ということで皆さん、これからも素敵な生き量ライフをピー送ってください。以上、シークエンスハヤトモでした。またお会いしましょう。バイバイ。